こんにちは、トコチャンネルです。今日は、バレンタインファイルの続きをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。パート2ね、かなりグダグダになってしまって申し訳ないです。またね、同じこういうね、引っ張り出せる形の、ファイル、また作りたいと思いますので、多分。その時にね、もう一回ちゃんとこの本体で説明できるようにしておきたいと思います。はい。ということで今回は、これね、出して、外側の、土台、作りましたと。で、マグネットホックとページをつけていきたいんですけど、まずは、ページをね、つけて、なんか落ちてきた。ページをね、つけていきたいと思います。で、まず、ちょっとどけといて、はい。ページね、こちらの用紙を、まず、画用紙を用意します。で、これが縦20センチの横21センチになります。で、どんだっけ？ごめんなさい、変な声が入っちゃって。ちょっと今自分の動画が動いちゃった。動いちゃった。3.5 センチ。まあ、要は、なんていうのかな。これの、ここのね、6センチのここの糊代を 2.5 取ってます。で、ここに1センチずつね、間、1、2、3、4、5、6の 1センチのマチ取って、その間にこう1センチずつ5個のページをつける立ち上がりの部分を、こう、線を引いていくんですけど、2.5 で線を引かないのは、この幅が6センチなんですけど、実際にここの溝が、隙間があるんで、ここで線引いちゃうと、この隙間分、線がずれちゃうっていうのかな、になるので、この、最後、端から1センチの線は引かずに、印だけつけときます。この貼るときの目安にね。なので、2.5 に1センチの 3.5 のところから線を引いていきます。あとはもうずーっと1センチずつ隙間じゃない、1センチ間隔で引いてって、残り 3.5 のところまで来て終わります。で、あとは、谷、山、谷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 
できるように折れば、貼れるようにね。折れば、わかるかな？こういう風になるようにね。折れ線を曲げていけばいいです。ページのね、付け方が、知りたいですって言われたことがあったんですけど、とりあえず私の基本はこの付け方をしてます。販売用でも、交換便用でも。超簡単とかのシリーズになると、もっと簡単にサクッと付けれるような付け方を、ちょっとメガネ、してます。なのでね、あともう一個ね、交換便、この前クリスマス交換便にしていただいた方が、リングでされてたんで、リングでしようかなーって思ってて、そしたら ST クラフトのしほさんが、なんだっけ、リングだけ売ってる？売っててのノート、要は自作ノートが作れるって言われてて、ああ、私もやってみたいなーと思って検索してたら、こう3リングずつこう繋がってるのが売ってて、あ、それでこう上3下3こう穴開けてね、繋げてお裾分けファイルっていうのも面白いなって思ったんですけど、それってわざわざ買わなきゃいけない。買わなきゃいけない。もちろん。
で、文具屋さんに売ってるのかどうかちょっと、それもうち近所に文具屋ないんでわからない。私もまあ Amazon で見たんですけど、で、まあ交換見してくれた人はそういうのじゃなくて、普通に100均で売ってるようなリング使ってやってみえたんで、ああ、そういうリングでいいかなって。その方はね、表紙とかをラミネーター持って見えるんで、ラミネートされてたんですけど、まあ、ラミネーターね、みんなが持ってるわけじゃないと思うんで、まあ私持ってますけど、なんでもね、欲しがって買うの。使ってないくせに。あ、でもラミネーターの使い方ね、ちょっとずつ、あ、こういう時に使えばいい、ああいう時に使えばいいって、ちょっとずつね、ちょっとずつ、いろんな人の動画見て、ヒントもらってるんでね。机変えた時にラミネーターをの置き場所決めようと思ってるんで、ダイカットマシンもね、結構奥じまいっていうか、一応スッと出せるんですけど、よっこいしょって動いてからしか出せないんで、もうちょっとこう、取りやすいところに置くか、もう出しとくかしないと、多分そんなに使わんなと思って、もうそういうのね、じゃんじゃん使える位置に置けるようにね、考えていこうと思ってるんでね。なんでまあそういうことでね、ちょっと話脱線しましたけど、まあリングで作るおすそ分けファイルっていうページ、おすそ分けファイルからページっていうのもありかなと。ね。パンチ、100均でパンチ売ってるんで、2つ穴でも1つ穴でも。それでね、さえ開ければリング通せば、もう、繋がるんでね。だからその今度ページ特集やってみようかなって。考えてるんですよ。まあ、簡単に、こういうタイプの3ページもの、超簡単シリーズの3ページもの。で、封筒で作るのはもうやっ、あ、ちょっと待って。あ、めっちゃずれた。まあいいや。まあいいやっていう。そう、いいっていうのは、ここからはみ出したら嫌なんですけど、中だからいいやろね。あとは、ホッチキスで単純に留めるね。ページ。あと、ジャンクジャーナルみたいに縫うページっていうのができるかなーって。まあ私、ジャンクジャーナル全然苦手なんでね。全然苦手って思いっきり、そこまで言ってするのかって言われそうですよ。まあ、やり方をね、ちょっと復習してからね。その、ページ、こういう感じでページって作れるパターンがありますよシリーズをね。まあもちろんバレンタインファイル作り終わってからですけど、やっていこうかなって。で、そういうことをやると、次に待ち構えてるのが絶対プレ企画。ああ、プレ企画。あ、しないかな、今回は。またずれてってるよ、もう。バカだな。うん、プレ企画にするか、お裾分けファイルじゃなくて交換便の時にお付けするか。どっちかにしようと思ってます。はい。ああ、でもね、プレ企画ばっかりしてたらな、プレ企画屋かって言われるのも嫌なんでね。多分お裾分け、交換便ファイルに付けるっていう形にすると思います。そしたらね、本当は綺麗に、ここみたいに綺麗に貼りたいんですけど、どこだっけ？めっちゃ2箇所ずれた。こことここめっちゃずれたんですけど、まあ、ずれてもね、剥がした時にこの曲げるところね、山折り、表から見るところの、ちょっとゴミ箱あった。表から見るところの山折りさえね、ずれてなきゃ全然いいんで、ここの線。この線さえずれなければ、こっちにね、はみ出すとちょっと嫌っていうか、別にいいんですけどね、両面テープ貼るんで。だから、どっちにはみ出してもそんなに問題はないっちゃ問題ないんですけど。で、ここもね、きっちり1センチもくっついてなきゃめちゃくちゃ問題って言うとそんなことない。こうやって、ページつけるときにくっついてた方が、ページじゃない、土台につけるときにくっついてた方が、やりやすいから、貼ってるだけで、中にはね、もう本当に、こんな貼らずにもう、自分でこうやって折ってね、折ってもう、そのまま直接、土台に貼るための両面テープをね、貼る方も見えるんで、もうそれはもう、やりやすい方で、すればいいと思います。私はね、これ、抑えながら器用にできないんでね、
いちいち貼ってるだけなんで。要は、こういうね、こういう形を手でこうやって押さえちゃえば、んで、ここに両面テープ貼っちゃえばいいだけのことなんでね。できる人はもうそれで全然いいと思うんです。その、要は、そういう技術のある方は。私みたいにね、技術ない人は、こういう、めんどくせえと思うやり方でね。やった方が失敗しない。要は、高等技術が使えない人は、めんどくさいやり方した方が失敗しない。と思います。ゴム持ってきた？よいしょ。今日からね、ちょっとね、いろいろね、机を変えたいがために、と、今日、2月4日なんですけど、7日の日にメダカちゃんが来るんでね、それまでにちょっとメダカの水替えもして、迎える準備もしたいと思って、置き場所の確保ね、したいと思ってるんで、ちょっと忙しいんです。はい。病院も行かなきゃいけないし、明日病院だし、歯医者にも行かなきゃいけないし、もう整形は今日行ったんで、診察じゃなくて薬もらいにね、もういいと思うんですけど、あとは内科に行くだけかな。で、貼ってしまえばこういう形になります。で先に、あ、ちなみにこれ1センチね言うの忘れてたけど、ここを、4センチ幅を私は両面テープで貼りたいんで、ない。ないって言うなって。こうね、今ね、その両面テープ入れてるカゴもね、なんだかんだこれもいる、あれもいるって入れてね、もう、ごちゃごちゃになってきてるから、それもね、片付けたいと思ってカゴとかね、買ってあるんですよ。まあ、購入品紹介すると思いますけど。あ、すると、とかしてると思いますけど、多分これがアップされる頃にはね。着々とね、スチール棚買ったりね。あ、これ2センチ幅を2本貼ります。スチール棚買ってみたり。なんだかんだとね。違うよ、あなた。めちゃめちゃ違うとこ貼ってるよ。ちょっと待ってね。びっくりしたわ、今。思いっきり斜めに貼ってたわ。ちょっと切って貼り直す。びっくりした。スチールだな、今日ね。ホームセンターに買いに行ってきたの。ここだよね。ここだよね。1キュッパでないかと思ったら1キュッパなかった。多分私目の前にあるね、紫の棚ね、1キュッパぐらいで買ったと思うんだよね。多分一緒ぐらいのサイズで、今日買ったのは白で3、4パプラス税かな。で、多分その横に開いてあるシルバーのスチール棚は、これは多分水槽なら置いてたかな。外にも水槽置いてた棚あるんですけど、もう錆びちゃってるから使えないし。うん、ちょっとね、相変わらず100均で買ったものは、床にね、積むカーゴで置こうってか置いてるんですけど、それ以外のね、こう作業用品っていうのかな、とかはちょっとどっかに整理できないかな。画用紙も今ね、手で言うと、この角度のとこに、袋に入れてガンって置いてあるんですけど、ここ棚置いて、別場所に移そうかなって思ってるんですよ。うん。厚紙ももう出したし、この角度にあったとこからね。だから画用紙系とかも全部取り出して、ここはもっと違うものを置いて、もうちょっと画用紙取りやすいとこに置こうかなって、まあ、いろいろ考えてます。で、結局ボンド入れる。あくびしちゃってごめんなさい。ボンド入れる、ケース、キキララちゃんの星型ケースも、他のもペンとかなんとかいっぱい突っ込んでパンパンになってきたから、それ用の、ボンド立てる用また買ってきたし。ね
なんか増えるよね。もう、ああ、落ちちゃった。物がめちゃめちゃ増えるよ。なんか飛んでた、飛んでた、飛んでた。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。なんかどこ飛んでた？ちょっと待って、ここに行って。ああ、そっか、丸いからコロコロ転がるんだ。当たり前だよね。溝に置いとこう。で、これ後ろ貼ったら、ちょっと起きなさい。ちょっと起き上がりなさい。で、次、ハサミで、この角をね、閉じるときにはみ出さないようにね、ちょっと落としていきます。ちょっとでいいです。まあ、深くても別に問題はないですけど、深くても浅くても。いやいやでもね、今10時過ぎたんですけど、眠い。朝、今日は朝普通に起きたか。朝9時とかに二度寝して起きても、10時頃に眠くなる。なんか睡眠リズム良くなってきたかも。10時頃眠くなるの、私子供の頃からそうだったんで、結構ね、10時頃眠くなるのは、いいリズムなんじゃないかなって。で、30代半ば過ぎで、ある日、ピタッと眠れなくなっちゃったからね。不眠症ってやつになって。次、ここ切り落とすんですけど、1センチは、ちょっとね、これで説明すると、ちょっと待って。よいしょ。これで説明すると、こう貼るんですけど、さっきの4センチだとこんだけ空いちゃうんですよ。1センチずつぐらい。なんでね、この1センチはまっすぐであってほしいんですよ。この、よいしょ。この端がね。1センチ後から斜めに切りたいんで、線引くときに言ったかな、私言ったような気がするんだけど、2.5 のところで印だけつけとくって。要は1センチ上げたところでね、3.5 だけど 2.5。要はこっちから1センチのところで印だけつけとくって。多分言ってると思うんですけど、もし言ってなかったらごめんなさい。ちょっと今寝ぼけ始めてるから。ね、その1センチのとこから、よいしょ。1センチ印つけたとこから、斜めに。こっちは逆も一緒なんですけどね。1センチのとこ目がけて落とすだけなんで。よいしょ。いや、マジで眠くなってきた。どうしよう。あかんよ、ちょっとまだ始めたばっかりに。10時に眠くなるってさ、めっちゃ子供よね。まあ、ある意味老人もそうなんかもしれんけど、私は老人の方なんかもしれんけど。ね。ほんとね。よくさ、ショートスリーパーって呼ばれる人おるやん。3、4時間で大丈夫とか言う。まあ、信じられやんもん、私。もう子供の頃から多分ね、睡眠の質が良くないのかもしれないんだけど、まあ、わかんないんだけど。ほんと8時間以上絶対寝たい子。下手すら10時間ぐらい寝てたら幸せみたいな。あ、これまたちょっとだけ剥がして、位置合わせします。これ21センチの、これが20センチなんで、5ミリずれるぐらいがいい。ちょっと待って。ずれるぐらいがいい。と思われます。
思われます。どこ私めくったか、ここだよね。あの心配な方はね、これあの定規でね、あ逆だった、5ミリってこうやって測ってね、合わせて、ちょっと待って、ずれてるよ、あなた、うん、5ミリぐらい、あ5ミリぐらいだね。ね、ちょっとこっちにまで行くとね、逆に老眼鏡が邪魔になる。これが言って、これね、これ突っかえるからさ、測れないんだよね。もういいや。あ、今いいやで引っ張ってずれた。ちょっと待って。ちょっといいやで引っ張ったらずれた。ここでいいや。今ならまだずらせる。よいしょ。あ、いい感じ。いい感じ。そしたら、この子はいらないよ。よいしょ。こっちのね、あの、関係ない方をね。1、いいよね。しっかり押さえてめくります。そしてここね間違いだ、1個ずれてた。ここね貼ります。でもくっつきます。次こっち次こっち。いや本気で眠くなってきたね。途中で寝落ちしたらごめんね。どんな動画やって言われてね。動画と撮る最中に寝落ちしたら、バカやんね。あ、頑張っておきよ。ちょっと栄養ドリンクでも止めて持ってこようかな。あの、カフェイン入りのね、エネルギードリンクってやつ。何かこそ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 と画面外で動いてごめんなさいね。いや。横にさ、ちょっと荷物が置いてあって、ちょっと邪魔やなと思って。邪魔やなって。自分の荷物邪魔物扱いしたらさ。これもよくなくすで、こっちにちょっと動かしとこうか。はぁ、あ。で、これもなくすでちゃんと上置いとこうか。で、今度ここね。あなたは誰？ボンドだね。まずこっちのボンド。少ない方からいこうかな。で、よいしょ、ちょっと、ね。あ、落としちゃった。そしたらね、ここ。私もボンドでべちゃべちゃべちゃってつけちゃいます。もちろんね、両面テープ貼っといて、ね、後から位置合わせたよって言ってから剥がして貼ってもいいんやけど、私さ、このさ、ボンドこうやって塗ってる時のこの筋がめっちゃ気になるもんでさ、粘土ベラを、多分ね、どっかにこれの残っとるヘラがあるはずなんよね。それをさ、ここでこの段階でピャーって伸ばして、貼りたいなって思っているのよね、密かに。あの、これはね、画用紙やでそんな影響は出やんのやけど、あの、薄い紙とかやと、さっきみたいに、なんちゅうの？線で塗ると線が浮いて見えるもんで、それがすごい嫌で、嫌でって、自分の全くの主張でね。で、これあの、ここは、曲げる溝ね。ああ。あんまりきつくすると破れるでね。うん。びっくりした。塗りが入りました。優しくね、貼ったって。で、あとはね、もう、しっかと貼ったってください。よいしょ。はあ。やっぱね、もう、ね、ちょっと作業
向き的なものでひっくり返して、ちょっと本当にこの子邪魔やな。ちょっとどっかで止めてときやな、多分。ここにね、多分見えやんねんけど、箱が、聞こえる？箱が、段ボールが、ちっちゃい段ボールが置いてあるもんで、ちょっとね、作業しにくい。だったら片付けろよって話ねんけど、片付ける前にコロッと忘れて始めてしまったもんで、すぐね、何でもコロッと忘れるの、寝ぼけと言う。もうね、夜中やとほんとね、寝ぼけでたまにわけのわからんこと喋りだすので、よくね、友達との電話で、私寝ぼけ出すと、眠いと、すっごい意味不明なこと言い出すよ。で自分で途中で、全く寝とるわけじゃないもんで、喋りながら、途中で、はっ！って気づくんよ。今何喋っとった私みたいなんで。意味不明なことを言っとるっていう自分に気づくんよね。で、しかも、私、何の話しとったっけって友達に聞くぐらい寝ぼける時がある。めっちゃ寝ぼけるんよな。ね、ほんとね、睡魔に弱い。だからそのぐらいね、寝るのが好きな人間やった、人間やったってか私人間やったんやけど、不眠になった時に、まあ、基本、のんきな性格やもんで、最初のほんと一週間ぐらいは、あれ寝れやんぐらいのアホみたいな感覚でおったんよ。なんつうの？ああ、寝れやん時もあるんやーぐらいの。ねえ、でも、その時までに私は寝れなかった過去がないんやけどね、ちなみに。絶対寝つきは本当にめちゃくちゃ良かったもんで。だけど、でもね、2週間ぐらい経ったら、経ってぐらいでやっと、あれ？寝れやんくなったんかな、もしかしてって。そこで初めて気づいたっていう。なんか虫が今、虫おったよ。おらんな。あれ？幻覚？もういいや。ちょっと一旦解けます。はい。次、ページをね、作ります。で、このファイルのサイズが21×16なんで、20、まあ、当然ページ付けたのが20なんで、20×15にします。なんで 15？ って聞かれると、15.5 じゃないの？って聞かれると、15の方が、ペーパー貼るときに 14.5 ですもんね。そうすると 14.5 ってさ、倍にすると29やん。あと A4 のペーパーで、そう、柄的に使いやんのは別として、そう、向きとか関係なしに使える、本当に、絵じゃなくて柄っぽいペーパーの時って、半分切って半分残って使えるんよね。っていう理由でね、15センチにしてあるの。無駄を出したくないから。で、なんかいっぱい曲げとるな。こっちは綺麗に見えるな。そしたら、サイズは、この画用紙のサイズは21×30かなで切ってます。で、なんで21かっていうと、ページポケットにしてるんで、のりしろ1センチ欲しくて、横はね、もう繋がってるからいらないから、下の部分だけ1センチ欲しいから21センチで切ってます。で、半分に折って、ちょっと待って。ちょっと離れると老眼が逆に見えん。あ、でもやっぱ見えん。どっち？さ、こういう時でどうなん？近眼、老眼、どっちが勝つかわからん時って、遠近両用メガネっていうのはやっぱええの？で、ええのってまた問いかけとるやろ？まあ、そういうの詳しい方いたらね、こういうメガネ作るとええよとかね、教えて。作れるかどうかは別として。で、こういう風にページつけるから、こっち下やで、下になる方を、1センチ。これね、カッティングマットって、
プラスはカッティングマットで確か書いてあるけど、カッターマットって書いてあるじゃん。これからカッターマットって言おうと思う。ちょっとした言い方変えるだけのことないけどね。で、ネイルドットペンで、カッターマットのどっかで合わせて、1センチ。ビャー。ビャー。ね。引けとる私、1センチのところ。1センチのところに、ちょっと強めに引きます。ちょっと強めに。そうすると、向こうもこっちも線がつくから、そしたら、でもね、合わせても合わさんでもどっちでもいいんやけど、どっちでもいいなら合わすな。どっちでもよくない。本当は合わせた方が、綺麗に出来上がるかな。かなって見えやんな。まあいいや。この1センチのとこにね。よいしょ。線をね、きっちり合わせて、ネイルドットペンからカッターナイフに持ち替えて、よいしょ。あー。で、半分から、下、切ります。半分からしたね。別にハサミで切ってもらってももちろんいいです。この線に沿ってね、チャーキ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 って。別にそれハサミであんまりまっすぐ綺麗に切れやんで、カッターナイフを使うけど。で、のりしろだから斜めにカット。こういう感じ。あ、こういう感じ。切った方を見せるんで、残った方を見せた方がいいね。で、こっちも、どういう取り方や。こっちも、斜めにね、いやーと、落とします。これね、オルファいいのはね、紙滑らんのに、このゴミがめっちゃ取りやすいよ。プラス、ゴミも滑らんのよ。もう、もちろんそう、滑らんことはすごくいいことなんやけど、まあでもコスト的にさ、これ、表裏使えるやろ？今、白使ってるけど、裏、黒系が使えるもんで、両面計算したら片面ほんと450円ぐらいなもんね。だいたいこれ900円弱やで。めっちゃええよ。ちょっとこれで作り始めて、この5ミリ線のないのにちょっと慣れてきた。最初ね、なんかないのやっぱちょっと使いづらいなーって思ってたんやけど、慣れてしまえば、慣れてしまえば、意外といける。意外とそのままいける。と気づいて、人間慣れが必要やね。といってもまだプラスのね、カッターマット。カッティングマットって言いそうだけど、カッターマット実はあるんや。先にオルファ使ってみたかったもんで、何でも新しいもん好きやでな。それで、使ってみたかったもんで先にこっちを下ろしたんやけど、一緒に買ったね、プラスとオルファと。オルファええやん。あともう一個ね、ホーム線で、こういうタイプ、両面タイプの1センチのメモリは、約700円弱で売ってたのよ。そういうちょっと使ってみたいなっていう気もあるね、A3 のサイズで。で、まあ、貼ったら、何も言わんと貼っとダメだしね。まあ、見ての通り、のりしろに貼って、こういうふうに L 字型の袋にするんやけど、なんかきっちりくっついてないの、なんでやろ。あ、またガタって言った。これもね、足がね、もう、こう浮き沈み、ちょっと押さえるとかかっていくもんでね。この作業中はね、行ってもまあ、ええかって感じなんやけど、ここでご飯食べるもんで、鍋しとるときに、グッて手かけるときに、かかってなったときに、この、鍋はいいんやけど、この、器の方に、こう、なんと、縁までギリギリに汁入れとると、ピシャーってこぼれるんさ。まあもちろんね、このマット、面倒くさいで引きっぱなしなんやけど、ランチョンマット上から引いとんで、マットが汚れること、これが汚れることはないんやけど、それがね、それも、ちょっとストレスやし、あと、場所がね、やっぱ机がちっちゃい。もうなんか、もっと広々とやりたい
なら物置くなって話しないけど、物も置きたい。ちゅうことでね、これを5つ作ります。作ります。出た、3分間クッキング式。はい。全部ね、今回も上ポケです。上横作りたい人は、この作り方するときに多分ね、21よりも22取れるはずやで、22取って、ここをカッターナイフでシャーって開けたったら、横ポケになるから、そうやって作った方が楽じゃないかなって。前は私ね、わざわざ、こう、筒になるサイズに、2枚に分けて作ってたんやけど、よく考えたら、これ、画用紙で言うと、ね、22の縦って取れるやん。横30取れるやん。そしたら、22取って、ここ、その、貼る前にね、貼る前にじゃあ、一箇所貼っといて、シャーって切って、もう一個、つけたら、綺麗につくんちゃうかなって、思います。やってないけどね。やってないけどねって言いながら、私、ちょっとファイルが動いた、あったった。やってないけどねって、やってないことを、下もやったかのごとく、説明する、なんてやつ。マグネットフック、このページつけた後でつけます。あ、ページつけた後じゃなくて、ページつけて、外側の、これはね、これはねっていうか、このタイプは、ここ以外は外側全部貼れますんで、内側は後で貼ります。どこ行ったもんだあったな。なのでね、なので、そういう感じで作って、いきまーす。はい、へぇちょっとお茶飲ませさせて。足元にコーヒー牛乳持ってんだけどね。すごい飲み物もね、置く場所がね、そもそもが、そもそも論で言い出すと、ハムちゃんのケージがもう開いとんのに、いつまでもある。片付けてない。で、ロボちゃんたちのケージちっちゃいもんで、こたつの上に置いてある。で、こたつの上にロボちゃんのケージとパソコンで占領されて、こたつでそもそもご飯が食べれやんから、ここで食べるっていうわけのわからんことが起きとる。で、棚をね、こっち出す。棚にね、全部ハムちゃんあげたら、机の上開くし、そうするとね、作っとる最中のパーツとかなんだかんやとね、あと、飽き性の私は一つをずっとじーっと作っとりやんくなってくるもんで、たまに、まあ急いどるときはせんけど、たまに違うものを作りたくなる性格が、要はこう手掛け取ってね、途中で違うものを作りたくなるっていう、ね、とんでもない性格をしとるもんでね、そういうときにそういうのをね、ちょっと置いとけるとかね、あと一番置きたいのは、ピアスを閉じて狭いところにちょって置いてるんだけど、それをね、広げて、ピカピカ光らせておきたい。どういうことやって。あともう一個言うとね、後ろにもなんか昔の電話台ってやつ?ファックス台ってやつ?まあ昔持っとったからね。若い頃。のがずっと持って、引っ越すたんびに毎回ついて持っとんやけど、大概の家具はもうなくなったんやけど、ね、最初に買ったさ、結婚するときに、ね、タンスやらさ、ベッドやら、食器棚やら、なんやらかんやらって、なんか嫁入り道具買うやん。ね。なんかテーブル、まあ、こたつ、家具帳こたつっていうのとかさ、ね、ああいうの、いろいろ買ったんやけど、もうなんていうの、引っ越すたんびになくなってく、まあ、最初のね、最初同居やったんよ、私。同居やったんやけど、別に同居でよかったんやけど、私は。ちなみにね。全然別に出てくる気なかったんやけど、ワンちゃん用のドッグランの土地を買ったんよ、山奥に。安かったで。
山屋でね。で、買って、で、まあ、まだまだ何もしてなくて、伐採をしてもらって、ある状態で買ったんやけど、抜根、要は根っこがまだ抜いてない状態で置いてあったもんで、どうすっかねっていう話を、旦那としとったわけよ。根っこがあると、うちね、ドッグスポーツやっとったで、要は、アジリティの練習やフリスビーの練習やしたいで、もうそんな危険やん。それでどうにかせなあかんなって言うとって。で、まあ、その当初はね、家じゃなくて、キャンピングカーを買おうっていう話をしとったんよ。その遠征ばっかり行くでさ、車中泊は当たり前やでさ、冬なんかやと、なんて今でこそもうアイドリングストップって厳しく言われとったけど、その当初も多少多めに見てもらえとったで、もう、ほんと、エンジンかけっぱ。でも、なんちゅうの、隣に車が休んでる人とかね、まあ、基本普通車屋の人は、みんな冬やったら、冬でも夏でも、エンジンかけっぱで休んでくれとるで、もう苦情は言われたことないんやけど、やっぱね、キャンピングカーの人って、ちゃんとヒーターとかさ、クーラーはどうなのかな？ちょっと、クーラーも多分あれやね、エンジン切って使えるんやんな。バッテリーかなんか積んどるはずやで。そやで、そういう人だって静かに寝れるやん。横でエンジンなっとったらうるさいやん。それでキャンピングカーを検討しとったら、旦那が親と喧嘩して、こんな家で寝てやらーってなって、はっってなって私が。土地側にはで家取ってりゃええやんかーって言い出してさ。まあいいけどさ、と思いながら、まあ、建てるんやったら建てればいいけどさって。土地は確かに山の土地は広いでさ。ちっちゃめの家建てて、庭に練習用に広々取ってもらえるんやったらええわって思って建てたんやけどさ。何の話だったっけ。まあね、ほら、寝ぼけ始めるとこういうことの何の話かわからなくなってくる、ね。あ、もう話忘れたで、もう忘れた、忘れて。あ、そう、家具がなくなってくって話しとったよな。もうポケットあるわ、もう。そう、それで、そこにだから引っ越した時は、まだ家具あったんよ。下駄箱も食器棚も。本来ならさ、家建てる時ってもう、なんちゅうの、備え付けの、家具頼むやん。でももう、家具持っとんでさ、備え付けちゃって持ってったんやけどさ、ベッドとかも全部ね、花嫁し、道具一式。せやけど、そっから、もう旦那とそこでも離婚したで、そっから出てくときは、もう正直、もう住むところが広くないから、もうベッドなんて、何やったっけあれ、ワイドダブルロング。6畳に置いたら半分潰れるっていうサイズやんね。そんなん、邪魔や。今思えばあれ捨てるんだ方が良かったなっていう。やっぱ睡眠って大事やでさ、あれ高いベッドやったで、あれ残しといたら私、ずっと快適な睡眠保障されたとか思ったんやけど、それでね、それなくなってったもんでね、何の話しとった？家具がなくなってったって話やんな。で、唯一その、ファックス代だけが残っとるって言っとったよな。確かな。その前になんで私は不眠の話をしとったんや。もう、やっぱ寝ぼけとる。ごめんなさい。でもファイルはちゃんと作っとんで大丈夫。喋っとることはかなり寝ぼけできとると思うけど、作っとるものは、いつもの手順やで間違えてないと思う。多分。ちょっとボンド出とるけど。うん、間違えてない。大丈夫。何の話しとったかわからない。あかも、尻滅裂になってきた。そう、こんな感じなの。友達と電話しとって、もうこんな感じなの。電話しとって、寝ぼけてくると、なんか喋、なんかの意味を持って喋っとったんやけど、だん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 こう、なんか脱線してく。まあ、よくね、女性にありがちな会話法らしいんやけど、その話が発展してくのはね。私でもあんまりね、
好きじゃない、あ、好きじゃないと、まあ、発展してくるのは嫌いじゃないんやけど、自分が言おうとしたことを言わんうちに違う話に移ってくのは嫌いなのよ、実は。ちゃんとね、言いたいことはちゃんと全部言ってから話を変えたい人やもんで、この状態は完全に不本意です。ごめんなさい。あ、でもね、やるとこまでは取るよ、私は。もうちゃんとスケジュール組んだから。何のやって言われると、その新しい机を置くまでっていうか、まあ、ハムちゃんの片付けも含め、バレンタインファイルの完成やらなんやら、ね、うん、そういうの含め、要はこの辺リニューアルして、もしかして綺麗になったら、もしかして積むカーゴ積んであるだけやったら、ルームツアーはできやんけど、ルームツアーはごめんなさいね。それはできやんけど、作業場の雰囲気ぐらいは届けれるようにならんかなって。結構ね、そう、収納まあ、収納って絶対積むカーゴアホほど積み上げてあって、今空箱もあるし、買ってきたもん袋で置いたんで、もう切ってないで絶対見せやんねんけど、あ、なんかこれずれとるよ。あー、そこまでちゃんと入ってないやん、あんた。あ、もうアウチ。アウチ、くっついてしまった。ごめんなさい。交換瓶の方、ここ。2、3ミリずれた。それまでびっちり綺麗に撮ったのに。ごめんなさい。はぁ、寝ぼけちゃったかな。でも続けるよ。今日これやって、あと購入品の動画撮るとこまで撮って、あとアップする予定のところまで行かなあかんね。眠ったー。なんでこんなに眠ったかな。多分ね、12時過ぎたらね、目冴えると思うんやけど、それまではちょっとね、眠いか。次は、貼ります。準備してあります。今回はね、このデザインのペーパー貼ります。ね、こういう時にペーパー、ページ貼っとると邪魔ちゃうのって言われそうなんやけど、そうでもない。そうでもないって。で、またね、表面テープの角っちょだけ、外して。ほんとね、ちょっとほんと今回ね、さっきのページのズレは、ごめんなさい。直せんかった。ごまかせんかった。そういう時もある、クオリティの低い私と思って。よいしょ。ごめんなさい。今、カメラに当てたね。めっちゃ当てたね。うん、あかんわ。めっちゃ弱気になってきとるよ。あかんわ。今ね、10時47分、めっちゃ眠い。この辺から11時ぐらいまでには23時ぐらいまで、めっちゃ眠い時間帯に入るんよ、私。この辺ね、よくね、YouTube 見ながらね、寝落ちしてる。で、0時直前ぐらいに、はって起きて、お風呂って入りに行って、入ってお湯張って、お風呂入って、もう12時半ぐらいに出てくると、もう目がすっきりさえてるっていうね。お風呂入って目がさえるのか。あ、そうか、お風呂入ってからやればよかったってことか。あ、ちなみにこの海苔、炭治郎海苔です。ね、炭治郎海苔。いい香りなの、すごく。癒される。私が、前も言ったと思うけど、シワなしピットちゃんの香りがちょっと苦手なんよね。なんか鼻につくっていうか。まあ、はっきり言えば臭い。身も蓋もない言い方をする私。臭いと言い切る。あいた、
なんでそんなにスルスル滑んのあんたら。よいしょ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 。スティックのりだけやとさ、あ、なんか、なんかシワシワの。スティックのりだけやとさ、絶対縁が剥がれるやん。っていうか、剥がれとったんや。で、去年のその、バレンタインファイル、プレゼントファイルさ、ファイルも、ほんと剥がれてきとって、で、剥がれとるだけなら貼ればええやんって思うやん。違う、こう、なんか波、紙自体がもう波打っちゃってて、こう、つかないよ、力が、浮く力がつく強すぎて。でもね、ほんと、動画でも言ったけど、それを、なんていうの、もういい、それでもいいって言ってくれる人の募集にしたんやけどね。まあ、結構、いっぱいいろんな人いいって言ってくれたけど、ね、なんかこう浮いとる気がするんやけど、なんでやろ。髪質な、波打っとるだけなんか伸びとんのかな、糊のせいで。糊の水分吸って。まあ、気にせんといこうか。え、もう一個のこうピンとしてるもんな。多分時間経ったらピンとする。で、これ表全部貼るっていうのは、マグネットフックつけるためね。単純に。はい。あ、ちょっと目が覚めてきた。ちょっと目が覚めてきた。で、これを貼ったら、コーヒー牛乳飲もう。撮影しながら休憩するなって感じやけどね。あ、でも、チュチュって吸う、すぐチュチュって吸うで。吸うでって。飲むでって言え。はい。ストローやで吸うって言ってしまうの。ごめんなさい。炭治郎のり。あ、炭治郎のりやでシアっぽくなるんかな。でもずっと炭治郎のりで使ってて。まだねずこちゃんもね。他の、なんだっけ、義勇さんとか、胡蝶さんのとかあるでね。おじいちゃん友達がさ、鬼滅の刃って言いたかったんやろうけど、鬼滅の刃とか言うとって、めっちゃ笑いたいけど、笑いをこらえながら、鬼滅の刃って聞いたった。あ、そう、それそれとか言ってた。おじいちゃんには鬼滅も鬼滅も一緒なんや、と思って。面白いおじいちゃんやな、と思いながら。そのおじいちゃんね、何でもね、知ったかぶって教えてくれるの。その自分が理解しないことも。で、自分が理解しないもんで喋りながらわからんくなるみたいで、あのって言い出すのさ。そうすると、私がもうわからんときは、何言っとんかわからんって言うんやけど、私がわかっとるときは、くっすくす笑いながらしばらくあの言わしといて、意地悪やろ。すぐ教えてればいいのに、あの言わしといて何、しばらく困らせといてから、何やろって言うたるさ。あ、それそれとか言うんで、本当におもろいなおじいちゃんと思いながら。まあ、そのおじいちゃんめっちゃ可愛いんさ。なんちゅうの、ちっちゃくて、見た目が、ちっこくてさ、そう、なんちゅうの、全然イケメンとかそういうんじゃなくてね、ちっちゃいおじいちゃんみたいな。しわくちゃではない。本人めっちゃ若い気でおるで。まだ現役で働いとるし。もう70いくつだよ ?2 かな。やけど現役で働いてめちゃ若々しくしとんやけどさ。でもおじいちゃんはおじいちゃんやでさ。そのおじいちゃんと、私と同じぐらいの身長しかないんかな。私が156やで、そのぐらいしかないんかな。で、私がよく、そのおじいちゃんとよく自転車で買い物行ったり、ハイキングお友達やもんで、ハイキング時代の。で、今でもなんやかんやつるんでね、焼肉食べ放題行ったりとか、なんやかんやしとんやけど、うん、
そのおじいちゃんのおる前でよくこけとるもんでね、おじいちゃんが、もっとサドル下げろって、自転車ね、こけるもんでね、よく言われます。確かによくこけとるなって。あ、ちなみに、これ多分もっとだいぶ後にアップすると思うけど、1月の15日にこけて、それから1週間後にまだ痛いって言って、それからさらに1週間経って、2週間ちょっと経ったのかな、もう。やけど、まだ痛いところがあるし、まだ、向こう爪は、笑えるほど腫れとる。最初はね、ほんと5センチぐらいのコブができたって、あ、ちなみに持ってます。5センチぐらいのコブができたと思って、慌てて湿布貼って、一生懸命冷やして2日ぐらい経ったら、痒くなって、で、剥がしてみたら、3センチぐらいのコブになって、これもちょっと持っとるよ。そんな盛り上がるわけないよな。うん、でも私はそう見えたで持って言っとんやけど。そういうのがね。で、今でもパッと見3センチコブに見えるんやけど、多分1センチも腫れてないと思う。本当に測ったら。でも、向こう爪が盛り上がるってことないでしょ？私、いくら、超肥満体なんやけど、それでも左足は、向こう爪に脂肪ついとっても、こう、ふくらはぎみたいに丸くなることはないでさ、それが、ふくらはぎみたいに丸くなっとるでさ、ね。しかも一週間経ってからいろんなところに痛みが出てくるとかさ、どうよと。本当に。最初のから痛いのはもう2週間経っても、今日の朝も痛かったかな。なんか、寝返り打った時に痛みを感じた。で、こうね、貼るわけ。ここまで来たら、マグネットホック。違います。あ、めっちゃ寝ぼけながら言うと時間めっちゃ経っとるわ。ごめんね。ごめんなさい。よいしょ。で、とりあえず、これは、何センチ ?7 センチやで、3.5 が真ん中やで、ここの辺やな。すごい大雑把な付け方。この辺。よいしょ。2センチぐらい奥まったぐらいでいいね。ね。あ、ぐり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 。この辺はね、レトロチックなやり方なの。あ、ごめん、ぐりぐりしても、でも、一応印をつけただけで、うん。うん。位置的にね、センチ的、ちょっと下にね、手やると、パンって滑った時に手切るたかんで、あ、ちょっと触った。皆さんもね、刃物を使うときは、刃先の先に切れる指とか手とか持っていかないようにね。これ、肉屋の社長が教えてくれた。アホほど切れる包丁使っとったね。こういう風にやって、スパーってやったら、カッターナイフやったら切れたで済むけど、肉屋の包丁は切れたってんだけど、指落ちたになるんでね。多分骨はまあ落ちまではせんかもしれんけど、骨までは切れる。簡単に。うん。同僚の子がさ、包丁滑らして、パッて握ってしまったんさ。そしたら、なんていうの？本当に、ざっくり、ばっくり切り取ったみたいで、私はそういうの、毛が見りやん。前の時ね、言ったよね、ここ切った時ね。よう見やんって言うとるぐらいやで、もちろん見てはないんやけど、奥さんがそこにおって見て、深いで、これは、もう縫うしかないで、病院行かなあかんわって言って、で、奥さん止血で行ったら、社長が外出しとって、外出先から電話かかってきて、私はもうパニックっとって、で、まあ二人が病院に行って、社長から電話かかってきて、おらんのかーって言われて、なんでおらんのやーって言われて、その怪我したこと言ったら、なんで連絡横さんにゃーってまず怒られて、まあ、そりゃそうだね。普通なら、
言わなかよね、社長にね。私、もう そこまでほんとね、血見てパニックっとってね、全く気が回らんかったんよ。申し訳なかったけど。全く本当に気が回らんくて。で、社長にね、まず怒られて、で、社長帰ってきてた時には、奥さんとその怪我した人帰っておってないけど、素人が下手に止血したら、指が一瞬どうすにゃーって、奥さんとその子が怒られて、で、最終的には3人で、その時は救急車呼べって怒られた。ちょっと今やと、そんなんで救急車呼んでええんと思うんやけど、いや、でもすごく、と思いながら、でも救急車呼ぶんかな、手切ったぐらいで、とか思いながらも、悩むなぁ、と思いながら。な、手切ったぐらいでは私は呼ばんけどな。まあ、過去の経験上な。ん？これ真ん中か？ほんとに。えい。2ってな。えい。うん。あ、いい感じ、いい感じ。あ、ごめんね。画面外で、この磁石が真ん中についとるかっての確認して。で、このデッコボコをちょっと隠すために、シールを貼ります。あの、気持ちね、気持ち滑らかにするためにね。これで完全に滑らかになることはないです。2枚貼ったけど、あんまり変わらんかった。で、今度はこっち。へその方。へそ言うな。へその方。へその方を、一応ね、位置的にね、この辺かなっていうのはあるんよね。ここを立ててやった方がいいかな。こういう感じで、ぐり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 。見えるかな？見えるかな？で、ぐり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 って押して、印をね、一応つけとるつもりなの。あ、いっぱいつきすぎたどこかわからん。ってなっても別にいいの。なぜかっていうと、単純に奥行きが知りたかっただけなのね。で、これ21センチやで、当然 10.5 が真ん中なんやで、ここやわね。このライン上に来とる印、ないやんか。ああ、もう、ないやんかって。あ、出てきたらあかんよ。ちょ、どっか、ちょっと合わさせて。ちょ、ばかり。ちょ、邪魔よ。あ、ちょっと、あなたそこじゃない。よいしょ。あ、カッターナイフいるのにしまってしまった。じゃあ、これで、この辺にある線。ちゃうな、ここにあんねやな。で、ここやろ。あれ、絶対おかしいって。絶対おかしいって。もう一個なんかここやろ。9センチと11センチなんて。ダメよね。絶対に。もう一回つけ直そう。そうなのね。ちゃんとここ入んな。あ、紙が破けちゃった。ここ。ちょっと曲げすぎ？って言ってさ、そう言いながら、ほとんど焦ることもなく、そーっとボンドでつけとるやろ。これ曲げたままつけた方がいいよな、じゃあな。あ、でもくっつかんか。くっつかんか。ちょっと待ってね。これくっつけないかんよな。これで一応ね、筋は入っとるけど、紙はくっついた。そうか、こっから先も、じゃあ、割れてきとるわ。やっぱりシワになってもええで。あれやな。シワになってもええで、貼るべきやったんやな、もっと。曲げして。
ちょっと中段。ちょっと中段っていうか、これ、貼り直します。ここから先ね、出てこやんやけど、多分1センチ、1センチ、5ミリぐらいやったら中にこうやって、これじゃなくて、何やったっけ。これでね、多分こうやって押し込めると思うんで、うん、ね、もっとここ、ボコ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 って、なるようにした方がええんやんな、向こうみたいに。ちょっと待ってな、向こうさんはね、割れてないもんな。はっきり言って。よいしょ。何を、言いながら。あれ？ちょっと待ってね。まあ、どっか行ってもった。見えん、当たった。置くとこがない、こんな辺のとこ。こっちは、こっちね。先に作った方。こっちはね、よいしょ。こっちでも割れてないな。そんなに曲がらへんけど。ああ、わかった。私が曲げすぎとんのや。曲げやんでもええんやん。どっちみち出てくるときは、そんな、曲げる必要ないってこと？そうやな。うん、ここ貼り直します。あとで。もう、作業的に時間が伸びちゃうんで。こっち先進めます。よいしょ、おい。ちゃんとしっかり入れた上で、グリグリ。で、つけたらどう？ちょっとマシな位置についたかな？うん。なんか違う位置に印がちょっと出る。ついたような気がする。よいしょ。よ。で、あ、そんなことないな。この位置として、ちゅうことは強制的にこの位置にしよう。なんちゅうわがまま。まあでも奥行きは全部位置が合っとるで。ってことは、ちょっと待ってね。こういう感じで。こうやな。軽くね。力いっぱいやると指切るんで。印つける程度にね。ちょっとずれたわ。そしたら、ちゃんとした位置で、グリッとね。で、あとは貫通してますだけを確認して、そしたら、こっちを、ふん、取れやん。ちょっと待って。ミス取れた。ああ、硬かった。まあいいのよ。これでね、もう一回ね、位置合わせをね。よいしょ。もう一回するんで。よいしょ。これで、やっぱりそうやな。ちゃんとセンチでやった方が、きっちり合いますわ。奥行きだけ見る感じかな。次するまでにやっとこうと言っときます。ここの貼り直しと、ここペーパー、これと同じペーパー貼っときます。
で、次回は、ここ、貼るとこからやりたいと思いますので、ここで一旦終了したいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。